皆さんこんにちは。言能緊急サプライズチャンネルです。藤井聡太七段と菅井竜也八段との対局でまさに激戦と言えるにふさわしい出来事が起こりました。またそれを見た藤井猛九段がある言葉を発しました。では早速行ってみましょう。第91期ヒューリック杯棋聖戦決勝トーナメント準々決勝、菅井竜也八段と藤井聡太七段との対局が3月31日に関西将棋会館で行われました。10時に始まった対局は18時24分になんと千日手が成立。千日手指し直し局はその30分後から始まり、22時36分に藤井七段が勝利を収めました。対局の詳細は、千日手局は振り駒で藤井七段が先手番、菅井八段の四間飛車穴熊対藤井七段の左美濃という戦型。盤面中央で戦いが起き、大駒を取り合う激しい展開が。藤井七段の玉は金銀4枚の銀冠ですが、竜馬角に睨まれて不安な形。一方菅井八段の玉は金銀2枚ながらも穴熊で大手のかからない形です。囲われている菅井玉に攻めがないと見た藤井七段は金銀を埋めて受けることを選択。そしてついには131手で千日手が成立。残りの持ち時間は藤井七段3分に対し菅井八段は1時間32分。1年になった際は残り時間が少ない側の持ち時間が時間を切っている場合は1時間になる調整がされます。藤井七段は残り時間が3分だったので52分が両者に追加されました。指し直し局の持ち時間は藤井七段1時間に対し菅井八段は2時間29分です。本局での千日手を両者はどう思っていたのか。菅井八段は千日手局はちょっとよくわかんなかったですね。いけそうな気もしたんですけど、最後は千日手は仕方ない。七段はちょっと自信のない展開にしてしまったかなと思いましたとコメント。前後を入れ替えて先手番になった菅井八段の戦型選択はまたしても四間飛車穴熊でした。対して藤井七段は今度は居飛車穴熊に囲います。ですが本局もなかなか戦いの大きな一日とした展開に、2度目の千日手もやむをえなしかと思われた局面で菅井八段がそれを拒否。局面の膠着状態を解く相手に仕掛けの隙を与える大胆な一手でした。ですがこの隙を見逃す藤井七段ではなく本格的な戦いが勃発。ただその最中に藤井七段に飛車取りがかかりましたが、しかしこれを藤井七段は放置、脇目も振らずに穴熊攻略を続行。対局は続いていくのですが、そして今度はなんと自玉を守っている銀取りも放置、どんどん気にせず相手の穴熊を剥がしに行きます。ですが菅井八段も金銀を埋めて必死の抵抗。ここでもまたもや千日手になるのかと思われましたが、ここで行くんだひえと武井武九段が騒然、両者が騒然とするとんでもないタイミングで藤井七段が仕掛けます。対局は一見金銀を埋め続ければ千日含みで粘れそうにも見え、藤井七段も読み切っているようには見えません。どに決まっているのかと疑いたくなるような状況。しかし進んでみればいつもながらの藤井七段、日的なパズルを鮮やかに解くかのように藤井七段は綺麗に寄せて詰まし上げてしまいました。終局後、菅井八段はこのように話しました。難しかったとは思うんですけど、ちょっと肝心な局面で間違えてしまったかなと思います。千日手手直し局の手数は146手、2局合わせると277手の激戦でした。藤井七段はこれで準決勝進出で、相手は大玉佐孝九段か佐藤天彦九段かになります。様々な記録を更新してきた藤井七段。この棋聖戦は、最年少タイトル挑戦記録を更新するラストチャンスの棋戦です。の記録は屋敷信之九段の17歳10ヶ月です。どうなるでしょうか。王将戦であと1勝でタイトル獲得まで迫った2019年度、ますます活躍が必死の2020年度の藤井七段の戦いから目が離せませんね。またここからは私の感想なのですが、今季最終戦でしかも最年少記録のかかる大事な一戦で大駒の飛車取りを放置、終盤での大事な玉取りの銀取りを放置、
まさに大胆不敵。藤井七段の凄さが堪能できた一戦でした。お見事です。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめましたら、評価とチャンネル登録で応援してください。よかったらよろしくお願いします。また、説明欄記載の内容も忘れずにご確認ください。